デフェクトで中へ入った。逆をついてきた同点。ヤンド狙ってきた。逆転。長い逆サイドレアンドロが見えていた。シュート。からのクロス抜けてきた。後から胸で押し込んだ。リオリベラ先制 FC 東京です。はい、はい、なるほど。奥からボールを持った。そして肩ユニットをそのまま運んでいく。自分で持っていく。まだ持っていく。まだ行ってシュート来た。自分で取って自分で完結。ブロヤダシュート決めた。5点。これはゴールイン同点1対1。いっぱいに来ました。ブロヤにマイナスのボール。どうだ。アントレシマオーティーバーもう一回あったゴールだ。投げ長いレアンドロ。レアンドロを使ったシュート。やった。均衡破れました。先制シート。
セッテ前落としてシュート高木内田がマイナス利き足にも三田のパスから中村穂高だ